甲府洋蔵王拠筆甲府洋天命4年4月26日は、江戸時代中期の儒学者、天国家、学科である。日本における印象制度を確立して知る姿勢と称えられる。名字の高は、出身地の開国、高梨郡にちなんで自ら名乗ったもので、本来は、大島である。名は、毛氷、字をジ家は、郷は不要、その他に、三武道社、中岳菓氏、 氷学三陣、富士三望など。失名は、巨。本生が源であることから、源の武士兵と称することもあった。通称を、大島一騎、近藤西宮と称した。祖父小左衛門義士は、徳川光国に土蔵番として仕えたが、勤務中に、盗難事件に巻き込まれ、職を免ぜられてしまい、飼い国高梨軍に移った。父の有権は、 おさだ本流の医師であった。不要も一旦は、医業の道に進み、二十歳の頃まくい、武田町主院の塾に通うが、結局は、医業よりも、文化の道を志して、京都に遊歴した。京都では、傍上観光に従い夕食古日を習い、この方面に詳しい藤士帝館や伊勢の中川、常のりらと親しく交際した。小愛し親戚、法上、 基調などを収集し、先人の書について、検算を積んだ。長毛布や文長名の法上を模刻している。一方で学問にも励み、独学で中国古典を読破、経学、漢学など幅広く吸収した。この頃、近藤人志偶と称しており、衣棚下立ち売りや、丸田町油の工事に住み、売り子や、個人教授などをして、生計を立てていたらしい。不要は、 柳沢慶炎や木村健穴市道、バイ沖縄、大天健常、長田勘賀など多くの文人木閣と交流した。80歳のバイ沖縄に印参加を送っている。池大河、反天テとは終生の友であり、3人は連れ立って白山、立山を経て富士山を巡る旅をしている。この旅を記念して3人それぞれが三か道動車を合したという。 書画を、よくし、特に、富士山を筆写した、百不要図は有名である。千茶道にも造形が深く、厳しいうを暗出したとされる。陶器や玉材、戦蛾といった器物の鑑賞家でもあった。このように多芸博学にして、風画を好んだが、特に天国にその才能が開花した。当時、天国といえば、江戸において、榊原高村池永道も、 細い光沢らが名を成していたが、いずれも、木家像の心得図の流れを組んでいた。この流派は、民末新書に、中国で流星した、ひおおとり道一派に近く、近代派と呼ばれる。しかし、不要は、この一派に飽き足らず、その頃白菜されて、かろうじて見られるようになった、古道院の陰影に見せられる。木村県阿志道が入手した、秋代の天国家、祖先の、 祖師陰略四冠を藩として模告したり、同じく民の神明の陰性に仲介して観光した。こうして、中国歴代の陰譜や文献を少量して、旗、官にまで遡り演言を極め、諸流派を探求しついに、日本における印象制度を確立した。自由の皆川慶二や芝野立山らは不要を、印象学の体制者とみなして、知る姿勢と称えている。 なお漢詩で有名な勝子元は、不要の皇帝としても知られ、陰剣と評されている。また、相手氏の祖国学科は、氏の作風と、そっくりだったと伝えられる。その他、浜村増六、前川巨州、陽信都市、薮瀬池、ととした稲毛彩山、二村梅山、源、忠長などの門弟がおり、この一派は、古代派と呼ばれ、 明治初期まで全国に広く波及した。扶養は青木木米の死としても知られる。祇園の扶養宅付近に住んでいた木米は、扶養の居宅に遊ぶうちに、書外や天国などを学んだようである。この関係は、木米の少年期から18歳になるまで続いた。また、山本緑院にも勲等を授けている。天命4年、日立獅子戸藩の松平雷宮の将兵に応じて、 妻子を連れ立って、江戸に赴く。日立氏土藩はかつて祖父が仕えた水戸藩の文法であり、不要はこれに縁を感じたためであったとされる。しかし、江戸目白台の藩邸に到着するとすぐに病を得て、数日後に没した。去年63、小石川無料院に葬られる。後に、柴天徳寺に移送される。また、京都の一神院にも墓碑が存在する。 一新院の受像は、中井啓所が明治25年に発見し、修復したものである。同院では、大正3年に130年祭が行われている。出身地は、海、高梨郡とされるが海四軍のうちに、高梨郡は存在せず、近世紀の郡名においても見られない。信濃国上高井軍日野村との説もあるが、甲府市域の高梨か高町とする説、あるいは、 カイノシの名取が有力。以下は門弟の編集による出版物。ありがとうございます。